松田学です。この度参議院選挙を終えましてですね、参政党は全国の全選挙区に45選挙すべて候補者を立てて戦いましてですね、どんな戦いぶりだったか、これから参政党はどうしていくか、今回はですね、その地方選挙区の一つである神奈川選挙区でですね、戦っていただいた藤村明子さんにお越しいただきまして、そのような話を少ししてみたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。藤村さんは国政選挙は2度目ですね、はい、そうですね、2度目やってみて、はい、今回参議院選挙どんな感じでしたか。そうですね、前回は衆議院選挙で、無所属という形で、はい、出させていただいたんですけれども、はい、今回は参政党という、バックといいますか、はい、つきまして、もう非常にすごい、盛り上がりがもうすごかったなっていうのと、あともう最初は参議院選挙はやはり衆議院選挙と違って選挙区が広いものですから、そのポスター貼りやらどこに行っていいのかとか、そういったものがすごく不安だったんですが、実際やってみたら党員の方たちの熱が、非常に強くてですね、熱くてですね、ポスター貼りもあの1万2000箇所ですね。1万2000箇所。はい。それをもう全て2日で貼り終えるという奇跡的なことが起きまして、まだ国政政党も貼り終わっていないところもたくさんあったのにもかかわらず、行くところ行くところ全て貼り終わっていたということで、私はこれが今回一番の勝因の、勝ってはいないんですが、すごい良い成績を出せたうちの一つの要因かなと思っております。藤村さんは何票取られたんでしたかね。12万、ちょいをいただいたんですけれども、初めてですね、供託金を超えたというラインを、もう本当にありがたいなと思っております。そういう意味で、我々あれですよね、組織的なね、選挙っていうのがね、いわゆる組織選挙じゃなくて、党員による組織的な展開って言いますかね、これができたっていうのは大きいですね、なかなかこのね、新しい党で2日間でそれだけ広い地域を全部張るっていうのは普通なかなかないことですからね。もう政治の選挙というよりも、まさに、松田先生がいつもおっしゃっている国民運動、これが政治にうまくこうリンクした、良い事例になったのではないかなと思いました。いや本当、熱かったですね。で、普通の国民の方々がね、サポートしてくれてるっていう、そういう実感をすごくね、感じましたですよね。また演説などもやっていてもですね、他の、大きな政党はですね、ほとんど人がいないです。中には、2位で、浮かれた方もいましたけど、見たことないんですね、本当に。5人以上、人が聞いてるとか、人が聞いていないところもたくさんあったのにもかかわらず、やっぱりこの投票になって、蓋を開けてみたら、ガクンとすごい数字をやっぱり上げるんです ね。 そうですね。一方、参政党は人の数では全く負けていなくて、もう松田先生来てくださった時は本当に100人、300人っていう規模でですね、人が集まってくださったり、あとはゴレンジャーで桜木町でやった時も1700人以上来ましたね、あの時は。で、同じね、場所でやられていた政党はほとんどいませんでしたよね。そうでしたね。けれども、蓋開けると、やっぱりそっちの方がたくさん票を取っているっていう、この組織票というのが、いかにこう、はびこっているんだっていうことが実感しましたね。自民党の場合はいわゆる組織票というのもあるんでしょうけれども、やはりね、メディア報道されてるかどうかって大きいですよね。それもありましたね、私も何回か選挙って実感ではですね、ほとんどメディアがね、結果を決めてるような感じが思いました、ですから知らない人がまだね、結構いる中で投票日迎えちゃったという、ことがありますから ね。特にですね、選挙が始まってすぐに、自民党圧勝圧勝って毎日のように書き立てて、で、私たち1000人ぐらい街頭演説で集めても一切報道されないで、かたや自民党がですね、300人でも、もうヤフーニュースとかに一連に自民、で一色にこうなるわけですよね。そうなるとやっぱり選挙に行く気をなくすというか、またこれ自民党勝つなら攻めていかないで抵抗しようみたいな声がやっぱり大きくて、それが投票に結びつかなかったり、あと麻生さんはなんかこの政治に参加しなくてもこの国はうまくいくんだみたいなこともこの選挙中におっしゃって、それがまたメディアで取り上げられてっていうことで、とんでもないなと
と私は少し思ったんですけど、ね、ちょっと思ってますね、これはですね、はい、日本の場合あれなんですよね、うん、この選挙 の、ね、期間中に選挙情勢の報道っていうのをやって、うん、有権者それを見て判断するとかあるんですね、うん、報道の影響って結構あるんですよね、はい、今おっしゃったようにあれですよね、うん、どうせ自民党が勝つんなら行ってもしょうがないやっていう人が行かなくなるっていう、うん、はい、でやっぱりね、死に票にはしたくないとかですね、はい、勝ち前乗りたいとかですね、はい、そういう人が出ちゃうんで、はい、これ他の国では確か禁止されてる国もあるんですよね、確か選挙期間中のそういう情勢報道っていうのはですね、そうですよね、日本でも、はい、私もメディアにいましたけれども、公平に扱わなきゃいけないっていう前提があるはずなのに、全く公平じゃないですよね、全くそうですよね、はい、もう最後まで諸派の中のなんだかよくわかんないっていう、はい、最後Qアノンでした私はでそんな変な話ばっかりが流れるんですよ ね、 すね、はい、やっぱり、ね、私ある方からたまたまあるこのチャンネルの番組に聞いたんですけど、はい、このね、やっぱり怖い、我々の台頭が怖いっていう、ね、政党が結構あったみたいで、組織的に、ね、この我々の、ね、誹謗中傷を流してたなんていうね、はい、そんな話も聞きましたね。あ、そうなんですね、私もちょっと聞いたんですけど、他の国政政党の人たちが、参政党さんが、神奈川の方で人をどんどん集めていくから、その議員とかから、はい、まあ、周りからもっと集めろと、負けないように集めろってプレッシャーをかけられるから、困るんだよね、こんないっぱい集められるとなんていう声もちょっとちらっと聞きました。集められたんじゃなくて集まったんですよね。そうなんですよ、ですね、はい、あれは別に動員なんてしないで集まってくれてましたからね。してないですよね、本当ツイッターで1日2日前に言うだけですので、そうなんですね、はい、よくこれだけ来てくださって、しかもね、1時間やったら1時間、1時間半やったら1時間半ずっとね、熱心に聞いてくださるんですよね。そうですね、本当最後まで立ち止まら、ね、離れることなく本当熱心に聞いてくださって、暑かったのでね、すごく心配だったんですけれども、はい、本当皆さんもうずっとね、集中して聞いてくださったのが印象的でした。何かあれですか、熱中症で倒られた方は出ませんでした？幸いなことに私の見える範囲では、まあ、なかったんですけれども、はい、私も一生懸命お水飲んでくださいとかね、伝えとかはしたんですが、そうですね、はい、神奈川広いから移動だけでも大変だったんじゃないですか。そうですね、やはりちょっと小田原の方とか行くと、片道2時間とかいっぱいかかってしまいますのでね、はい、そうなんです、参院選はとにかく皆さん、県とか広いですからね、はい、そういう行き来してるだけで結構時間使っちゃいますからね。そうですね、またこのね、戦略も初めてのことだったので、はい、どうなるのかが分からなかった中での、まあ、戦いだったかなと、またこれが次にね、活かせるんじゃないかなと思いますね。そうですね、はい、まあ、でも本当にね、神奈川もよく戦っていただいたと思いますね。ありがとうございます。なるほど、でもこれからね、またね、参政党は次に向けた展開も、はい、皆さんからこれだけ期待が集まってますのでね。そうですね、私の方にも本当にたくさんの質問をいただいておりまして、今日はちょっと松田先生にご質問もさせていただこうかななんて思ってるんですが、はい、今回松田学先生が党首となられたということで、はい、何か周りの反響、またご自身でのご感想などあればお聞かせいただけますでしょうか。そうですね、やっぱり国政政党のね、今までは諸派の政党の共同代表だったんですけど、はい、まあ、諸派でなくて国政政党だっていうことになりますので、ある意味で公っていうかですね、はい、もうプライベートのあれじゃなくて、公の立場になったと、はい、いうことですからね、ある意味、それから代表っていうふうになりましたんでね、うん、今までは共同代表で分担してましたけど、はい、まあ、一人代表になったもんですからね、うん、でそうなりますと、これをどうやってですね、まあ、とにかくね、今回、参院選に向けて国民からいただいた期待とかね、はい、党員のこの盛り上がったね、この、これをね、どうやって生かしてですね、さらに拡大していくかっていうことは、これ、大変な仕事だと思ってましてね、これはですね。これからって感じですよね。ですからね、一議員に なるよりも、はるかにこう重責を背負ってしまったなっていう、そういう感じがしてますね、これ。でも、はい、松田先生だからこそできることもたくさんあると思うので、本当に楽しみにしているんですけれども。で、あれなんですよね、神谷さん、当選した神谷さんは、彼が事務局長、うん、まあ、副代表兼事務局長ということで、はい、まあ、事実上彼がね、ずっと今まで仕切ってきたことでもあるし、はい、で、むしろね、神谷さんが大変じゃないかなと。あ、そうですね、議員活動と、ね、事務局長を両方やるってほとんど例がないと思うんですよね。あ、ね、本当ですよね。ですからね、彼が回るかどうかっていうのが
とりあえず今一番党内のね、うん、あれで心配していることなんですね、うん、そうですね、何かお支えできることありますから、本当に何でもやらせていただきたいとは思います、かなり、ね、皆さんでサポートしていかないと回っていかなくて、はい、で私はその、まあ、党の、まあ、顔という形で出ていくという部分を、ね、分担するということかなと思ってるんですけどね。ああ、そうなんですね、はい、早速他の議員の方とか政党の方とか何かこうお話とかされたりしました？ですね、はい、玉木さん国民民主党ですね、あ、はい、まあ、この間あの連絡がありましてね、はい、まあ、来週っていうか今撮ってる時点から見たら来週あのこのチャンネルで対談することになりましたね。あ、そうなんですね、一度私も対談させていただいたことがありまして、あ、そうなんですか、はい、ご家族が獣医師の方たちが多いということで、あ、そうなんですか、はい、ペット防災の件で、あとアニマルポリスのことも対談を、させていただいたことがありまして、あ、そうなんですか、はい、すごく素敵ないい方でしたね、はい、まあ、元々ね参政党と、ね、言ってることがそんなに政策の中身も、うん、そんなに違わなかったので、はい、まあ、一回はね、連携関係を結ぼうかなんて話もしてたこともあったんですからね。はい、もうちょっと前ですけどね。はい、まあ、改めて代表同士でちょっと話をしてみようと思いますけど、ね。素晴らしい。はい、もう注目ですね。はい、あと、まあ、私もやっぱりメディアにいたのでわかるんですけれども、はい、一回やっぱりこう、国政政党になると、メディアの扱いってガラリと変わると思うんですが、はいはい、どうですか？いや、もうね、毎日のように今参政党の記事が出てますよ ね。今頃になって急に何を言ってるって感じですだからこのね、メディアが取り上げ なければおかしいっていう状況はもうすでに4月5月ぐらいから起こってたわけですよね、あの時点でなぜ取り上げないで、そうですね、今急にで、そうするとね、世間の人たちから見ると、うん、なんか急に出てきた政党だっていう印象になっちゃうんですよね、はい、ここからずっとこう前々から起こっていた現象が、はい、突然選挙終盤になってバッと出てきたみたいな、そういうちょっとね、ちょっと違う印象を与えているような感じがするんで、そうしますとね、メディアの側も報道してなかったから、参政党についての分析を十分してなかったと思うんですよね。なるほど、そこでなんでこう伸びたか分かんないで、戸惑うコメントが、戸惑って出してるコメントが結構あって、この間も笑ってしまったのは、なんか3分の1が、はい、このネトウヨで、3分の2が、はい、いわゆる何ですか、健康食品志向って言うんですかね。なんかオーガニック。オーガニックが3分の2、支持者の3分の2だとか。適当ですね。何言ってんだろう。それを朝のワイドショーでね、コメンテーターみたいな人が言ってるんですよね。はい、本当に何を見てんだろうな、この人たちはっていう。本当ですよね。呆れてしまいましたけどね。それで、で、まだね、ちゃんとしたコメントとしてね、あんまり出てないのがね、私はこっちの方が正しいと思ってるんですが、やはりあれなんですよね、やっぱり日本の将来に対する危機感というかですね、それから自分たちのその基盤がどんどんね、はい、まあ、グローバリストという言葉もよく使いましたけども、はい、そういったものによって脅かされてるんじゃないかという不安とかですね、そうですよね、それを一般国民が感じていて、そして改めてナショナリズム、はい、健全なナショナリズムというかですね、辺境なのじゃなくて、はい、海外的じゃなくて、はい、まあ、アメリカでもトランプ現象が起こりましたよね。で、あれもね、グローバリズリストたちによって徹底的に叩かれて、とんでもない極まった物扱いされたわけですね。だからね、そういう時は結構似てる現象が起こっているような気がしていて、で、これをもう少し正当に評価すると、健全なナショナリズムというものをね、そういう立場が出てきたって国民の間に広がってるんだと。そうですね。そういうふうな報道はまだあんまり見てないような気がしますけど。そうですよね。だってイギリスでも今回首相が変わられてね、また結構ナショナリストの人とか人気が出てきてるっていう、世界的にこういう現象が起きてるっていうことですよね。この山中千さんって方がこの間ズームで対談したら、これこう数週間で急にこの、そうですね、ナショナリズムの動きが各国で出てきてると。で、参政党はそういった意味で歴史的な必然があるんだっていうふうにコメントされてましたけどね。はい、まさに流れに乗って参政党が来ているっていうことも評価されてる方もいらっしゃるんですね。はい、そういう方はちゃんとね、グローバリズムとは何のかっていうことを日頃から分かってられる方はね、参政党きちっと評価してくれるんですが、はい、でも日本のメディアしか見てない方はですね、メディアがグローバリズムのまさに手先となってやってるわけですから。そうですね。で、そういう目でしか、メガネでしか見れないんで、これが何が起こっているのかということについて捉えきれてない人がね、あ、非常に多いんじゃないかなと。
まあね、あのメガソーラーのことを見てくださったりだとか、あと今日も HIS のですね、あのハウステンボスの売却ですとか、ああいうニュースを捉えていくと、どれだけ日本がこう、ね、外国にやられているのかっていうのが分かりそうなものなんですけれども、まだまだメディアでこういったことが伝わってないっていうのが非常に残念ですね。そうですね。やっぱりね、メディアがこう、ね、出してくれてる視点というのがね、そっちの方の視点っていうのはほとんどないですからね。ないですよね。まあ、グローバル化するのいいことだみたいな。思ってる人が多いんですかね。もう全くそんなことないと思うんですがね。そして松田先生といえばやっぱり経済なんですけれども、はいはい、あのブロックチェーンのこともですね、はいはいはい、今後推進をこうどのようにこう進めていこうとか、はい、あの今回ね、あの、まあ、正直な話、3議席ぐらい取ると思ってたんですよ。はい。で、3議席取ったら私も入ると思ってたんですよ、実は言った。正直言いますとね。でね、私の周囲でもね、まあ、あのメディア報道では1から2って出てますけど、はい、でもやっぱり3ぐらいまで伸びるんじゃないかって言ってたんですけどね。で、やっぱりね、武田先生の、あの知名度にはかないませんでしたけど、ちょっとですね。で、だから3番目だったんですが、はい、それで今回、あの議席が得られなかった。ことで私にとってはやっぱりね、マツダプラン、うん、これをね、やっぱり議員、自分が議員にならないとできないところがあるもんですから、これがね、どうやって本当に実現させるのかなって今、うん、実はね、あの悩んでるんですがね、はい。で、まずとにかくね、あの、マツダプランをやっていくんだって展望さえあれば、うん、積極財政に転じられる唯一の方策だと、うん、財務省にいた人間だからわかるんですけどね。はい、でもこれってあんまりね、外側からわーわー言いますとね、うん、通貨のことで微妙な問題がありますからね。はいはい、かえってね、こう動かなくなっちゃう面もあるんですね。だから私もいたからわかるんで、はい、だからこれはね、むしろ国会議員として淡々とね、財務省と、もともと出身ですからね、うん、この信頼関係もないことはないですから、うん、そうやりながらですね、あの木を見てこうドンと出していくっていう、そういうことを考えてたんで、これでこのね、ポジションが取れないのがね、うん、さてどうしようかなっていうのが今の私のあれなんですね、はい。で、そういった意味で、ね、積極財政の転換がね、そのせいでちょっと遅れちゃうんじゃないかっていう、それがちょっと残念なんですけどね。ただね、あの今おっしゃったブロックチェーンの基盤、はい、これはね、もう民間ベースで進めるしかないと思ってるんですよ、うん。で、私が、まあ、あの、去年作った社団法人が、はい、来年、あの、3月にマイナンバーアプリをスマホ装着っていうのを、うん、これをやってるもんですから、はい、あの、デジタル庁と二輪三脚で、うん、で、この流れで、このブロックチェーンもやろうっていう話になってましてね。で、もうすでに、ブロックチェーンの話を始めてるんです。そうですね。で、日本にいい基盤があるんですよ、すでにですね。はい、あの、いわゆるグローバル勢力とは違う、うん、まあ、国産の安心できる、はい、まあ、Web3 って言われてるもんなんですが、新しい時代のデジタル基盤なんですね。で、それで、マツダプランの将来そこに乗せていくことができるって話もあったんで、はい、まずはそっちの方をね、ちゃんと整備して、こう、デファクトのね、もう、事実上のスタンダードみたいに、はい、広げていくことをね、先行してやっていって、それでまた来たるべき時に備えていくのかな、というのが今の、私の感じですよね。そうですよね。このデジタル人民元がですね、こう、発展をね、広げる前にどうにかね。そうなんです。はい、でデジタル人民元もすでに中国の影響力の強い国で、こう、使いなさい、使いなさいってやり始めてるんですよね。だからそんなにね、あの、うかうかしてられないっていうか、うん、もうできるだけ早く我々でブロックチェーン基盤を作っちゃわないとと、うん、まあ、世界のね、ブロックチェーンの基盤を中国が運営し始めてるわけですから、はい、これに対抗するためにはことは急いでると思ってますんで、うん、まずはちょっとね、ブロックチェーンの基盤作りっていうのを、はい、まあ、やらなければいけないなという、そんな感じですよね。なるほど。はい。それでは、最後にですね、はい、自民党がこの3年間という、うん、ところをですね、まあ、取ってしまったということなんですけれども、はい、まあ、衆議院解散なんて話もね、聞こえては聞きますけれども、はい、この自民党、与党ですね、公明党、今後どのような動きをされるかっていう松田先生の考えありますか？やっぱりね、うん、安倍さんがああいう事件になったということの政治的インパクトってすっごい大きいと思いますよ。すごいですよね。岸田さんは、まあ、もともとリベラルですよね、自民党の中ではですね。うん、まあ言ってることはほとんどね、旧民主党に近いようなところがありますから。はい、で、自民党そのものがもともとね、うん、岩盤保守層が期待する保守じゃないっていうんで、でも、はい、それ安倍さんがやってくれるって信頼があったわけですよね。そうですね。とかその安倍さんがいなくなると、はい、岩盤保守層の人たちをいかに自民党離れから食い止めるかっていう新しい課題が岸田さんに与えられてしまったわけですね。うん、で、そこで岸田さんは彼らを食い止めるために、はい、
憲法改正を急ぐとか、あるいは国葬をしますとか、ああやって食い止めてるんだと思うんですよね。そうですね。で、それを一生懸命やってるんですが、じゃあ岸田さんの本質はね、どうなのかというのはね、まだかと、また別の話になってくると思うんですよ。で、こうやってね、なんか、まあ、うまくこうね、岩盤保守層をこうね、こう、こっちの方にこっちの方にやってるのって、それ長続きしないと思うんで、そうなってくると、ちょっと言われ始めたのが、はい、解散総選挙っていうのね、岸田さんがもうそういうものを全部払拭して、そして自分の政権基盤を安定させるためには、その選択肢が出てくるんじゃないかと。そうですよね。そんなに遠い、少ないうちあるんじゃないかなっていう話になってくるんで、そこのところですよね。で、その時に、心配なのは、岸田さんって財政規律派なんですよね。そこで彼がね、本当に生活金も安定させちゃうと、はい、真面目な話、消費税の引き上げっていうのをやりかねない。ね、現実的にありそうですよね。そうなんですよ、はい。で、そこのところを食い止めるためにどうするかっていうのが大きな対立軸になると思うんですね。そうですよね。まあ、我々もあくまで積極財政って言ってるんで、はい、積極財政グループで、で、自民党の中にも積極財政派がいらっしゃるわけですから、そこのあたりとどういう関係を持っていくのかっていうのも出てくるかもしれませんね。そうですよね。まあ、本当一番心配するのはこの自民党の中で、まあ、まだ安倍さんはですね、こう日本のためっていうのをちょっと考えていた議員さんかなと思うんですけれども、はい、もうほぼグローバリストの人たちが自民党の中だらけになってしまって、安倍さんに、まあ、一緒にやっていた高市さんとか、ね、皆さんが安倍さんがいなくなったことによってかなり動揺されていたりだとか、本当足元が揺らいでいたりだとか、私毎週あの水曜日に沢会っていう政治を話す会を毎週やってるんですが、そこにも元自民党の、まあ、応援していた人たちも結構来てるんですね。そうですか。はい。で、支援者、自民党の支援者がもう安倍さんがいなくなったことで本当の保守がいなくなってしまったって嘆いてらっしゃる支援者も多くて、まあ、なんかそこに参政党のところに即してくるっていうパターンが結構今出てきているの で、 そうです、ね、この支援者をこう、ね、ホールドする上でもやっぱ岸田政権の舵取りって難しくなってくるのかなと思いますね。でということは逆に言うと参政党がそういったね、まあ、保守層の期待にちっと応えられていっていくということが大事だと思うんですよね。そうですね。まあ、そういった意味で我々双肩っていうね、憲法にしても双肩って言ってるわけで、まあ、双肩というのは保守そのものだと思うんですよ。そうですよね。この部分的にね、憲法をこうね、まあ、いわゆる加憲みたいなね、部分的に直していって、これが改憲だっていうんでは足りないんじゃないかと。足りないですね。やっぱり大元からしっかりと考え直す、この国のあり方を、そうなんですよ。もう一度問いただすっていうことは絶対やらないといけないと思うんですよね。で、それが参政党の立ち位置なんだっていうことをね、はい、明確にしていくっていうのは大きな課題じゃないかなと思いますね。そうですね。メディアもぜひこういうところをですね、取り上げていただきたいなというふうに思います、ね。本当にそうですね。はい。それでは本当にお忙しい中、お話を。またこれからもね、参政党、これ、いろんなことをやらなきゃいけないので、はい、藤村さんには引き続きですね、はい、いろんな目でご活躍いただければと思いますので。どうもありがとうございます。はい、どうも今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。